拡大情報です。妖術の続編がなんと2期と3期が決定されました。はい、今回は妖術のアニメプロジェクトで発表された情報をやっていこうと思います。ついに来たか、待ちくたびれたよ。最初は1期で放送された一部のシーンをかっこよく放送され、今回は綾小路清隆役の千葉翔也さんと久下桔梗役久保ゆりかさんが司会を担当しました。最初翔也さんとゆりかさんのお話などいろいろやったけど、早速情報へ行きましょう。まず妖術は MF 文庫でより刊行中のライトノベルで、2015年5月より刊行開始。コミカライズやスピンオフ作品、それらの電子書籍も含めたシリーズ累計部数は600万部突破。アニメは2017年7月から9月にテレビ放送されました。そして5年前で続編の発表があったよね。私からあらすじを説明するね。この社会は平等であるか否か、真の実力とは何か。東京都高度育成高等学校、それは徹底した実力至上主義を掲げ、進学率就職率 100% を誇る進学校である。そこに入学して1年 D クラスに配属された綾小路清隆だったが、学校は実力至上主義の看板とは裏腹に、生徒に現金と同価値のポイントを月10万円分も与え、授業や生活態度についても放任主義を貫く。夢のような高校生活の中で散財を続け、自堕落な日々を送るクラスメイトたち。しかし間もなく彼らは学校のシステムの真実を知り、絶望の淵に叩き落とされるのだった。落ちこぼれが集められた D クラスから少年少女たちが見出すものは、世界の矛盾か、それとも正当なる実力社会か、というあらすじです。そしてビジュアルを見ていきましょう。やっぱ綾小路はかっこええな。そしてPV が発表されました。ものすごく気になるシーンや、なんと体育祭のシーンまで映っていたので、2期は盛り上がるかもしれません。そして制作会社は1期と同じのラーチさんが担当が決まりました。そして2期、3期が決定しました。以上情報はここまでです。皆さんの感想もコメントで教えてください。この動画が良かった、そして妖術が好きな方は高評価お願いします。そして他にもアニメ系をいろいろ投稿しているので、チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。